こんばんは、まちこさん。メッセージ、そしてコメントをたくさんいただきまして、ありがとうございます。今朝のライブ放送なんですけども、原因不明の通信途絶がありまして、まあこれ原因不明なんでどういうことかなっていまだにわからないんですけども、まあ気にせずにどんどん放送していこうと思います。まあ何千回も放送すればね、たまにはこういうこともありますよっていうことですよね。で、次マスクなんですけども、マスクはね、はっきり言ってね、今ただ同然なんですよね。ただ無料の情報をつかめる人と、有料の情報しかつかめない人と、高額で販売している情報しかつかめない人、これはね、情報力に差があるのは仕方がないんですよ。まあその差がね、取引になってきますから、要するにこっちでは無料で手に入れられる人がいる、こっちでは低価格で手に入れられる人がいる、こっちでは高額で買わざるを得ない人がいる。なんでこれが生じるかっていうと、無料で手に入れられる人はその無料で手に入れたものを少額とか高額で売ってるんですよね。で、少額で低価格で手に入れた人っていうのは、これはね、高額で売るしかないんですよね。高い値段で売るしか。という形で価格差っていうのは必ず生まれるんで、誰がいい悪いではないんですよね。やっぱりスーパーでキャベツを買っても、仕入れ先は同じ市場なのに、100円で売ってるキャベツがあると思えば198円で売ってるキャベツがある。それはやっぱり店の戦略にもよりますし、立地とか土地の値段とか従業員さんのお給料とかにも関係するんで、必ずしもね、どこのスーパーが一番有利ってことはなくって、野菜が安いスーパー、お肉がその代わり高いよとかね。で、こちら魚が安いんだけども、でもお肉はなかなか値段がね、いいのをしますよみたいな感じで、まあいろんなね、個性が出てるんじゃないかなと思うんですよね。まあだからスーパーって面白いんでしょうね、きっとね。うん、お菓子が安いところがあったり、アイスのバーゲンセールやってるところがあったりとか、様々ですよね。で、バイヤーさんも仕入れの工夫をしたりとかね、産地直送したりとか、農園を自分の会社で持っていたりとか、いろいろあるんですよね。うん、ということでございます。はい、マスクはね、でもね、みんなが欲しがってる時は高いんですよ。ですから値段高いなと思ったら、みんなが欲しがってる時だなと思えばよくって、例えばね、地震とかなんとか起きるじゃないですか。そしたら水の値段ってすごくて値段が高いでしょ。でも今って何の災害も起きてないんで、まあ災害起きてるところもありますけども、基本的には全国的に災害がね、どんどん起きてるわけじゃないんで、今ね、ペットボトルの水ってかなり安いはずなんですよ。例えば2リットルが50円で買えたりとか、私の町はするんですけども、だいたい2リットルが100円前後だと思うんですよ、2リットルのペットボトルがね。でこういう時に100ケースとか買っておくんですよね。まあ、そうすると大きな災害っていうのは数十年に1回起きますから、そういう時って2リットルの水が1000円出してもなかなか買えなかったりするんですよ。もう本当にそういうふうなことが起きてますよね。電池が1万円したりとかね。うん、だからみんなが欲しがる時っていうのは値段が上がるんで、誰もが欲しがってない時にやっぱり手に入れないといけないのかなっていうふうに思うんですけどね。私は今マスクの需要が落ち着いてるから買い時だと思ってますし、まあ買い時って言ってもね、めちゃくちゃ買おうって思ってるわけじゃなくて、あげるよっていう人がいたらどんどん引き取っているって感じです。で、マスクがないないって言ってるようなね、2月、3月、4月、5月にはマスクを無料配布をかなりさせてもらいましたけども、そしたら役に立てるでしょ。で、そういうことをしてますね。伊達と水郷でございます。コメントは以上かな。はい。まあこれからもご覧いただいて、それでコメントもね、いただければ、私全部読んでますんでね、受け取っております。で、コメント欄にはね、私を攻撃するようなコメントもあるんですけども、それも一応読んでます。読んでるんですけども、やっぱりね、人を攻撃するコメントって、下手なんですよ、文章が。まあ、心もこもってないからなんですよね。うん、でもやっぱりね、応援してくださる人とか、コメント、優しいコメントっていうのは、なんとかして自分の思いを伝えようっていうふうな工夫とかがあって、愛情があってですね、はっきり言って、読みやすいんですよ。本当に善意に基づいてる文章ってのはすごく読みやすいです。でも人をけなしてやろうとかね、人の足を引っ張ってやろうみたいなコメントって、要するに文章下手なんでそんなにダメージを受けないんです、実はね。まあでもどういう気持ちでね、そのコメントを書くに至ったのかって、 YouTube なんて特にコメントを書いた人のアカウント見に行けちゃうんで、まあ、そこまでしないですけどね。まあなんかかかってこいって感じですね。表現者である以上、いろんな意見を受け止めるのはしょうがないですからね。ということで、何が言いたいかっていうと、まあ、マチコさんのコメントにいつも励まされているということでございます。ですので、マチコさんはね、少なくとも世界で私のこのことをね、ものすごく励ましてくれるありがたい存在ということでございます。これからもよろしくお願いします。